はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。今回は S8 使っていこうと思うんですけど、まあ神タンの S8 です。まあ、この編成がね、僕的には一番勝てると思います。アスリーンリーダーにしてマルドゥーク、フェルノート、ペトラ、天元、キンマ、なんだっけ、ウィブサニア、ヴィーナスです。まあこのね編成が僕は一番いいと思ってます。勝てる、非常にねバランスのいい構築ですよ。うん、ダメージカットはキンマとヴィーナスで、まあ投げれば強い駒で、特殊ばっかり火力を出すので、ダメージカットされた時にマルドゥークを置いて、次のターンペトラとか天元さんで飛ばす、まあ、こんな感じです。あとは、まあ、引きゃいいんです。行きましょう。次にアスリーン打ちます。まあ、10% の特殊ダメージを出せるんで、お相手の HP の最大 HP かってことは2500ダメージは見込める。まあ、こっから S をどう引けるかっていうのが大事なんで、金魔も貼ってあるので、約 20% カットでお相手さんの捕食をね、カットできる。で、激鱗とかもまだ置かれてないんで大丈夫。ノンレイだったら許せる。トネルブじゃなくてよかったねっていう話ね。さあ、B ゴマがちょっと多くなってきちゃいましたが、まあ、確率的に言ったら S ゴマぶん投げてるんで、まあ、B ゴマを引いてきちゃう。それはしょうがない。あと1枚。引ければどうにかなるはず。本当にペトラ、ウィブサニア、まあ、ここら辺から1枚持ってきたいな。それさえ引ければもう天元さんでワンパン KO。 さあザファルで捕食されない、でかいね。まあただお相手さんには多分まだミニエラがいるんで、それがいつ出てくるかって話ですよ。さあ一応ねここはもうダメージカットを貼っておきます。この2枚返し、さあ捕食されるかされないか、これが大事だぞ。何が出てくる？あー、やっぱり出てきたミニエラー。4665回復される。11000。いやー、まだマルドゥークとつないでも飛びませんね。ってことはフェイルノート打ちましょう。3枚返し耐えれるか。ヤズズ全部消されるな、ザファルでコンボされたら。でもそしたらダブコンがつなげる。まあミニエラも打ったんでもう S 捕食はないとして、僕は天元さんが5000でチャージされてるんで、はい、ナイス勝ち。こういうことなんですよ。 S ゴマをこんだけ投げれば、まあ、暗黒だから、ダメージカットとかもないし、もう投げるだけで特殊ダメージで削っていけちゃうっていうのはありますよね。はい、13000、気持ちいい。はーい、対戦ありがとうございました。ジジイ。はーい、対戦よろしくお願いします。さあマフィリアが来ました。罠ゴマはやめてほしいな。初手から罠ゴマ打ってくるのはやめてください。そして、ウィブサニアとキンマを引いてるも最強か。この3枚は最強でしょう。まあ、初手にアスリーンを打ちます。平行とかは行かない方がいいな。普通に打ちます。で、次、金魔も置いてのウィブサニア。そう、お相手さん、アイシェ引いてるからアタックがちょっと高くなってるし、まあ、そうだよな。仕打ち、マフィリアするよな。さあ、天元さんも来る。引きが強い。これはいける。お相手さんが S ゴマ連打してこなければ一方的にやれるんじゃないかと思うんですけど、2枚返し、罠、罠か、踏み荒か、いやどうだろう。踏み荒だったらちょっと痛いけど行くしかないよねっていうことでビブサニア置きまーす。おーし、危ない。いやー、よかったよかった、開始じゃなくて。さあここから、あー、やめろー、おもんないって。グノーはそこの、グノーはおもろないって。コンボ封印はダメだよー。
いやーどうしよう。まあゴリ押しで行くか。ゴリ押しで行きましょう。もうマルドゥーク、いやペトラ引け、ペトラ頼む、ペトラ来て、ペトラー頼むよー。はい、あーダメだ、終わった、エスゴーマが来ない。まあファヌエル君で行きますか。あー本当だったら、くそー金馬のコンボ使わしてくださいよー。どう来る。まあ来てきますよね、はるまる痛い。お相手さんはまだあと1万か。うおー飛ばせないかもしれない。ちょっとダメージを稼げなくなってきてるぞ。まあペトラだな。もうこうなったらペトラを引くしかないでしょう。もうウラニアとかじゃ飛ばせません。あ終わったバーストバリアは終わったよ。ヴィーナス、まあ一応ダメージはカットできるな。まあこっち行って。で、2400でしょ ?5000。マジでペトラ引かないとダメじゃん。まあ、勝ち筋ペトラです。もうこの1枚しか勝てません。何分の 1?8 分の1ぐらいの確率か。ってことは 12.5% 引け!ああ無理だった。まあ 12.5% なんて無理ですよ。バジリスクキズラの広角がついてない時の強チェリーを当てるぐらいの確率でしょ。無理だな、そう簡単には当てられ。まあ村正のコンボ開いちゃってるから、おおサタンまで出てきました。オーバーキル負けちゃいました。いや勝てる S8 だと思うんだけどな、さすがにまたはきついか。はーい、対戦よろしくお願いします。さあフィンはに速攻流だ。あいいねいいね、アスリーンからのウィブサに、あダブルオーラやめてください、強いって。まあいけるか、マロニーをされなければいける、それです、それだけ。マロニーがちょっとやばい。これね、マロニー来なくて X 来たらもうつなぎのウィブサニアですよ。どうだろう、 X に来るか。アスリーンのコンボちょっと怖いんじゃないですか。お相手さんどうですか。あ X に来た、エルスドラッヘで、まあそれは容赦しませんよ、つなげます。あフィニッシャー来た、これはでかいよ。つなげての次、右上の、あ、左上 X に何で行くかが大事。B ゴマでは行きたくないんで、できるだけ S ゴマを引きたいんですけど、さあ、僕の引きは引けるのか?どうだ?頼む!おい!よーし!マルドゥーク、ナイス。まあ、そんなにコンボ出ませんが、特殊が出せるっていうのはでかいね。で、お相手さんがもしも B さんに来たら、容赦なくつなげる。まあ、取ってくるかもなー。あ、取ってきましたね。取られたらどうすればいい。天元さん打つか。 S ゴマ引けなかったら天元さん打ちます。あ、S ゴマ引けました。はい、ヴィーナス打ちまーす。もう勝ち筋をなくす、お相手さんの。まあぶっちゃけでもあれか、ガトーの2倍返しがあるからフェリアとかやばいのかな。ティアマトじゃないから大丈夫か。うん、ちょっとティアマトだったら怖かったけど。オッケー、レスで、天元さんはいくつチャージされてるんですか。4400。はい、勝ち。コマ投げです。これが S8 のコマ投げ。はーい、対戦ありがとうございました。ジジイ。はーい、対戦よろしくお願いします。さあ、マタンか、頑張りましょう。いやー HP 高っ。マタン HP 高いんだよな。しかも割合ダメージめっちゃ打ってくるし、 HP がね3900ぐらいあるんで、割合ダメージがものすごく痛いこの S8。 ただあれじゃないですか、まあ今日 1.05 倍の補正だからっていうのはあるんですけど、 S8 なのに HP が3万超えてる、すごいことだと思いますよ。B ゴマこんだけ入れてるのに3万あるのかいって。もう皆さんね、あのマッチングしたら最初は普通のデッキって思うかもしれない、3万だったら。
ただ蓋を開けてみたら S が8枚入っている引き強のためのデッキと、さあどうだろう、あ取ってくるか、まあまあ全然いいんですけどね。リブサニア取ってきたら僕はキンマモンを置くだけなんで、さあ行きましょう。キンマ、これで最低2回はキンマモンのコンボが使える。罠ゴマ置かれなければって話ですけど、本当にここからね罠連打されると痛いんだけど、さあリッチが来た、どうするこれ。 C1 から入る、でも C1 から入ると角に来られるんだよな。ビーナス打つか、ダメージカットあるか、まあビーナス打っちゃっていいか、まあ、ダブコンだけど、まあダブコンですがね、ダブコンしてきたらあと2回キンマがつなげるので、もうそれで飛ばすっていうのはどうでしょう。いやでも S ゴマ打たれるとやばいか。キンマじゃな、ビーナスじゃなくてダメージカット貼っとけばよかったかな。まあ過ぎたことはしょうがない。ダブコンつなげてくるってある？つなげてきませんでした。そうくるのね。骨を消しに行ってもいいかもしれないが、どうだろう。B ゴマだけになってしまった。これはまだいけない。まだ金馬のコンボ使えないよね。消しますか。D の6行くと、でも、奇境のコンボが開くけど、まあ、金馬、聞いてるから大丈夫かな。打てるところは B5 か E6、まあどっちにしろ奇境姫のコンボは使ってくると思うんですが、 OK、 ファビオは全然いいよ、もう取るだけで。お相手さん骨が増やせないんで、もうさあ何か引いてこい、頼むから何か引いて、よーしナイス、フェイルの音打ちます。あ、F4 に打ったと思ったら F5 打っちゃった。まあいっか。大丈夫大丈夫、ここで村マスとかが出てこない限り次のターン B 駒でもキマモンつなげば終わりでしょう。あやばい、なんか村マサって言ったらさっきのマフィリみたいに出てくる可能性があるの。あやめて、あよかった、怖かった。いや、やっぱり割合ダメージは削られますね。3万ある HP は。最後はウラニアで終わらせます。300の特殊ダメージ、ただキンマモンのコンボが強かった。2回つなげりゃこれだけ飛ばせますよ。はーい、 GG。 はーい、対戦よろしくお願いします。うわー、マフェリアだ、いけるかな。いや、いけるかじゃねえ、行くしかないんだ。行きましょう。アスリン行きます。 X 打つ、 X 行って攻めちゃう、行っちゃう。ウィブサニアとか引いたら X 行っちゃうかな。リニーでしょ、ワンチャンあるよ。さあ何を引く、はい、あダメだ。これダメだ、いけないよ。どうしよう、成り打ちしときますか。まあこれでお相手さんはフェリアを打つでしょう、まあ、そしたら金マモを張って、いい、まああとは引きによる、全ては引き、あんまり E4 行きたくないんですよね。 X に割合ダメージの S ゴマ置かれて、で繋げなくちゃ、消さなくちゃいけないってなった時にフェリアのコンボ食らうと1800吸収される。1800吸収されながら村政とか置かれたら僕飛ばせなくなるんで無理でしょう。さあベルグレーデが出てくるけど、まあそれはコンボがないからいいとして、僕は何を引ける、ビブサニア、まあ、迷わず置くしかないですね。もうこうなったらトップ引きで引いた駒を全部出していくしかない。もう B 駒引いたら負けです。次のターンから。もう僕のこの幸運、見せてやりましょう。何か引けというね、気持ちでやるんです。わかりましたか皆さん。S8 を使うときは気合です。よし。今、気合でビーナスを引いてきました。もう打ちます。で、気合でビーナス引いたじゃないですか。次は気合でペトラ持ってきます。ペトラかマルルーク、どちらかを気合で持ってきます。もうすべて気合。あーやべえ、雷撃ダメージってか特殊のそれはダメだ。いやでもね、もう攻めるしかないんで。1万4000でしょ、フェールノート。あ、もう2回つなぎます。ビーナス行け、頼む。C1 から行って、でビーナスで特殊出すでしょ。
もう遠野のそのダメージは帰ってきても全然いいです。で、まあ、このターン飛ばされることはないとして、多分でビーナスのコンボもう一回つなぐでしょ。ペトラだな、やっぱり天元さんでもいい、ペトラか天元マルドゥーク、どれでもいい、引いてこい。ここまでね、トップ引きで引きまくってるんだから、今の僕の引きなら引ける、来い。あ、終わった。なんでだ、なんで最後の最後でエスゴマが引けないんだよ、最悪だ。負けました。はーい、ジジイ。はーい、対戦よろしくお願いします。なんだこれは、相性悪すぎるだろう。どんだけ相性が悪いと思ってるんだい。あー、どうしよう、やばい、もうやばい。罠は本当にやめてほしいけど、普通に攻めたら勝てない、それぐらい僕も分かってます。 X 行きます。さあ、お相手さん初手悩んでますね。罠駒がないのかい。パンプキンレイスが出てくる。いや、もうパンプキンレイス初手に出してくる、もうアレス、エンマ、リーアぐらいの引きしてるでしょこれ絶対。 S 駒4枚あなた引いてるでしょ、なんとなくそんな気がするんですけど。あー、でもトップ引きじゃない駒が A 駒だ。踏み穴か、踏みだから取っておいたのか。まあでもつなぎますけどね。全然違う、踏みじゃない。え、じゃあなんでパンプキンレース初手に打ったんだ。わかんない、謎だ。まあ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 、それはそうですよね、 S 駒1枚ぐらい。いや、でもそれさっき引いた駒じゃん。今出した S 駒、パンプキンレース出した次のターンに引いた駒だぞ。え、どういうこと。え、じゃあなんで初手にパンプキンレース置いたんだ。おお、全然わかんない。なんでだー。おお、A 駒だ。え、ってことはアレス、 A 駒、 A 駒、パンプキンレースでパンプキンレースを置いちゃったミスか、あれか、置きミスをしたのかな。そういうことだと思っておきましょう。でもそんなこと言っときながら飛ばせないんですよね。さあ、罠ゴマ、 S ゴマ、トップ引きじゃん、その S ゴマ、どういうこと。 S ゴマ引いてなかったんかい、さっきのメルベイルか、強、まあ、エンマじゃなくてよかったか。まあまあまあ、でもアレスで回復されるし、ベノムヒールでも2000ちょっと回復されるでしょ。ってなると6000、いや全然飛ばせない、頼む。ちょ、裏にはもう2体並んでなくていいから、あなたたち、リーヤとメルベとリリティエか、まあ、B ゴマしかないんで一旦 B ゴマ置くとして、うーん、まあコンボさせなかったらこっちか、やめてー、ほんと痛いから。で、アレス取って、でも3枚返しされたらやばいか。おーっと、メルティシアが入ってるのこれ。え、ワンチャンベランジェール入ってるっていうのはあるかな、怖くなってきた。いや、大丈夫大丈夫。さあ、リリティエを回収しの、さあ、お相手さんがどこに罠駒を置いてくるか。まあ、角とかに置いてきたらフェイルのコンボ開くから置いてこないとして、そこかい。これは下手したらエンデガとかバイセも入ってるぞ。お、ペトラ来た。いやー、行くしかねえ。今罠駒ないし、もう飛ばしに行く。頼む、飛んで。いや、大丈夫かな、ペトラで4600くらいは出るけど。飛ばせー。よーし、マジギリギリ。はっぶな。なんとか勝てました。ジジイ。はーい、対戦よろしくお願いしまーす。わお、フェイルノートリーダー。まあ、強いリーダーというか、あー、サブフェイルノートだー。お相手さんはフェイルノート引けないから、フェイルノートをリーダーにしてやれっていう考えなのに、僕はサブにフェイルノートを入れてフェイルノートを引いてしまうんだな。まあ、平行いけば、なんだっけ、あれですよ、なんだっけ、何を言おうとしたんだっけ、
そうフェイルノートのコンボはない。さあペトラを撃たれる、痛いねペトラ。はい、うわマルドゥーク来るんか、どうしようこれ。いや悩む、ヴィーナス撃つか、いやファネル君からでいいか。いやチキったかなこれ、普通に B さんファネル君でもよかったかもしれない。まあしょうがないか、そう来るのは。まあ矢筒は取っちゃうか。そうすればフェイルノートのコンボそんな強くなくなるし、僕がフェイルノート打ったりまーす。えい、ナイス。これでお相手さんのフェイルノートのコンボは1800ぐらいになるのかな。あとは S ゴマ連打するだけですよ。ここにホワイトアルカード。痛いな、結構食らってるな、ダメージ。お相手さん銀白を引いてるからな、それもあるか。まあ、ヴィーナス X 行って、で、最悪つなげて、それでいけるんじゃないでしょうか。次にマルドゥーク打ちます。ああ、打てない。ロックされたらマルドゥーク打てないって、僕の完璧な作戦が、くそー。うわ、ウィブサニアも打ちたかったけど、まあ、これはフェイルコンボしちゃっていいかな。ダブコンだし。これ次のターン飛ばせるかな、ダメージ的には。まあどっちにしろペトラだったら飛ばせるけどっていうような感じか。お相手さんはさあヴィーナス打ってくる、強いね。4700か。金馬マルドゥーク、マルドゥーク打っちゃいますか。あ金馬からでもよかったな。そうだ、マルドゥークのインパクトなんて次のターンでも効くんだから、これは金馬からだったな。ただバホメット以外だったら飛ばない、大丈夫。バイセも飛ばない。あ銀白がいるからワンチャン、あ危ない危ない危ない、銀白の存在忘れてた。これお相手さん某会長さんのリスペクトしたデッキだったら川妻入っている可能性があったから、もしも引かれてたら危なかった。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。さあメルベですけど、お28000いってない。そして引けないな、ヴィーナスだけか、悔しいね。いやでもいける、引けば勝てる、ただそれだけなんですよ。あそういえば皆さん、あの僕モンスター始めたって言ったじゃないですか、マドマギコラボのねキャラコンプできました。ホムラとマドカと京子、まあ京子は元から持ってたんですけど、50個貯めてね、マドカピックアップを引いたらマドカとホムラ、2枚来てくれました。よかった、確定演出も来て、もうこれでねもう思い残すことはない。いやまだまだ続くんですけど、ただオーブ、まあでもあれですよね、窓マギのキャラコンプしたし、あとはオーブ貯めといた方がいいですよね。超重心祭だっけ、あれに向けて。他にいいガチャってあるのかな、まあ、とりあえず始めたばっかのコマっていうかキャラ持ってない僕は超重心祭を引いた方がいいと思うので、まあこれからはオーブを貯めておきたいと思います。いやゴリ押しだな、めっちゃゴリ押しされるんだけど、もうゴリ押しされるんだったらゴリ押し仕返すしかないんですよ。いけマルドゥーク。これでお相手さんがもしもメルベをもう一回つなげてきたら僕はアスリンつなぎますよ。で罠ゴマがまだ入ってるのか入ってないか問題、どっちなんだい。いやまだ罠いるのかい。もうこれ以上罠ゴマを置かないでくれ、僕は特殊しか出せないんだから。いやーきついな、アスリンコンボしたいけど、いやこれどこに置くべきなんだ、角いっちゃうか、まあ、ハロウィン、いやどっちの裏に、やこっちか。一応なお相手の体力まだ1万3000あるから削りに行かないと。さペレツか、頼むアスリン消さないで、アスリン消さないで、あのイーノさんとか来ないよね。そうだよね、裏にや弱いもんそっち来るか。じゃあヴィーナス打っといた方が良かったですか。いやさすがにきついか、罠ゴマがあるし。ここでヴィーナス、いやでも天元さん全然チャージしてないから次のターン僕飛ばせないぞこれ、やばーい。どうしよう、
2ターン耐えるしかないのか、7000を。いや、お相手さんハルマルとかマモン持ってるでしょ、もしくはバホメットとか。お相手さん S ゴマ見えてないですよね。うわ、何入ってるんだろう、怖いなさあどこに来る。ちょっと悩んでるってことはまだ飛ばされない。オッケー、東野だったらまだ全然ダメージを出されないんですけど、まあ一応東野取るとして5000。いや、きつい5000はきついて。フェルノと行きまーす。お祈りです。もうずっとお祈り、もう2ターン前からずっとお祈りしてるんで、とりあえずここも。いや、でもお相手さんさっきのターン悩んで東野打ったから、ワンチャン何も引いてない。申し訳ないけど S ゴマ引いてない読み。お相手の引き弱にかける。オッケー引き弱したんでしょうね相当。これは何が出るんだ。ファネル君か。まあフェイルノートが4000出してくれるから、まあどの道飛ばせるでしょう。矢筒も2体召喚されるんで、これで飛ばせます。これが S8 の力。皆さんもね、よかったらこの編成でやってみてください。GG。